更衣室。ということで、さあちょっとね、ロケンさんは別件で今いないんですけども、今回このメンバーで企画をやっていきたいと思います。はい、お願いします。もう PPE といえばの企画を今回用意しました。お、はい。題して、源流全裸。誰も盛り上がってないんですよ。そうなんですよ。いつも盛り上がってくれないんですよ。なんでなんですか。今までのね、痛みがこう思い出す、うん。女性はでも痛みに強いって。確かに。でも本当に痛みに多分心ちゃんと私が多分一番強いよね。割と強い。けど痛い。痛いです。痛い。え？それでも痛い。そんなに痛い。ダメだ。めっちゃ痛いです。まだされたことない。私初めてなんですよ。なんか聞いてて、おばさかねがねみたいなゲームで。おばさかねがねみたいなゲーム。なんかずっとみんなマジで痛いし、手が勝手にこんなことなるって、そんなまさかとか思って。そんなまさか ね。自分の意思に反してね、手が勝手にこんなことなんかないよ。ないない。いいよいいよ、私の代わりにめっちゃやってもらっても。譲る、おいしいって言ってたもん、さっき。お二人でやっていただいて。やっていただいて。確かでもちょっとこれルールを説明します、ね、あ、お願いします。はい、今回連盟ジェンガなんですけども、はい、この利き腕に低周波マッサージ機をつけた状態でゲームプレイします、うん、まあもうおなじみの皆さんはお分かりだと思うんですけれども、で、まあ、普通にジェンガをしますと、で崩したら今こう、まあ、僕の手元にあるトランプがあるんですけど、はい、これセーフとアウトが書かれたトランプがあります、うん、崩れたらこれを引いていただけます、はい、その時点でアウトを引いたら罰ゲームを受けます、うん、セーフを引いたらその罰ゲームの1回分がストックされてセカンドゲームに移ります。で、まあマックス5ゲームございます。そんなにやるの？これ早くアウトを引かないと終わらないっていう、まあ、ある意味なんか地獄がずっと続くっていうゲームです。さあじゃあ、はい、やっていきますか。じゃあ、はいはい、じゃあ順番なんですけれども、で、まあ、まずお手本としてまさきみさん、パスタアタッカー、さきみさんあとはつこさん、はい、で、じゃあ間にまなつさん入っていただいて。心ちゃん、吉田さん、で、もう最後アンカーで、はい、わかりました、行きましょう。わかってる？あ、怖い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 、バカだかわかんない、わかんないね、全然わかんないよ、ね、じゃあ、まずはこちらへ、さきみさん、あ、じゃあ一人ずつ行くんだ、はい、でもさきみさんが前にいるからいいや、あー、いやー、痛い、つんちゃん第1走者、さきみさん、今回はですね、もう最初から割とレベル高めでいきます。今回、スペシャルルールとして、これの時間が長ければ長いほど、ちょっとずつ電気な高くなってきます。だから早くないと悪いんですけど。めちゃくちゃ震えてる。あー、やめてやめて、ちょっと待って、これです。これもう決まってるんです。これなんですよ。これなんです。生で見ると結構来てますね。震えが4本なんだよ。なんで今そう正体使おうとしたんですか。今不正常使おうとした。違います、だからドゥンドゥンドゥンってやつです。あー待って待って待って、違う、今じゃない今じゃない、そのちょ、あのこれじゃない、これじゃないやつじゃない、途中じゃない、これじゃない、このこれじゃない、10になっちゃうよ、10に今最高レベルです。痛い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 、上に置いて、上に置いて、はい、OK でーす。まっすぐ置けた、大きさ。せーん。まっすぐ置けよ。みんな頑張って。ちょっと怖い、揺れすぎじゃない？あ、これだ。え、そう、なんか机がちょっと不安定で揺れてる。ああああああ。友、戻したくね。タイミング狙ってあげてる。優しい。そんなこともできる。早い。早い。素晴らしい。まだちょっと試しないね。まだ一番レベル低いです。はい、これマット。大体セブン。やあ！おい！すごいなんかカンフーを使う人の手みたいになってますけど大丈夫ですか？むちゃくちゃ痛いですけど。あんまりテーブルに寄りかかると崩れちゃうよ。ジェンガ。よし、早せ。どうぞ。花子ちゃん、頑張って。余裕やん。え？
コード。え、出会いが良かったですね。あれ、簡単に終わってしまった。いや、もうすぐやった方が絶対にいいと思ってもたもたする暇を作らないように。なるほど、さすが。え、これ銃じゃないですか。銃じゃないですよ、まだこれ。痛いんですけど。全然痛がってない。痛い。はぁ、もう、はぁ、下打ちして怒っとるよ。ゲストがいるんだからお行儀悪いよ。誰誰いないだもん。抜けた。あんな引っかかり方ある？いや、もうめっちゃ痛い。いけた。はい、行きました。お疲れ様です。行きます。はい、スタート。スタート、スタート。自分のタイミング。いや、本当にこの人、人の話聞かないんですよ。3段より下なら。はい、はい、オッケーでーす。結構硬い。やだ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 。あ、回る。これ早い。これ回る。これ回る。これだこれだこれだ。これだ。でも時間、人生経験が多いから、これだけにこのレベル。大こといっぱいあるからね。大こといっぱいある。その頃に比べればみたいな。耐えてる気がする。もうなんかカンフー使いみたいになってる手が。もうだって左手で押さえてるもん。オッケー。おー、オッケー。はい、大丈夫です。はい、よーい、嫌です。スタート。よーい、スタート、スタート、スタート。待って、あ、ちょっと待って。あなるようにやってるもんね。だって確かに。さすが。でもセーフ行けばいいんですね。セーフ行けば。セーフ行けばいいですね。はい、お引きください。何ですか。何でしょうね。これ。はい。いいですか。はい。はい。セーフ、やったー。え、なんか今までのやつよりいびつな気がする。整えてないですよね。あ、もうそうです。今回この机の揺れも相まって、よりそのレベルが高い感じになってます。そしてさっきよりもちょっと高い電流からスタートします。はい、みんなを困らせた。わー、やばい、めっちゃ揺れてる。めっちゃ揺れてる。うお、うわー、あんな揺れます。うわー、痛い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 。これがプロだな。あーあやばい、終わった。終わった。この人イニシエの格だね。何人民じゃない。もうやめて。待って、これないって。ないって、こんなん。何悪とんねん。関西人出てきた。関西人出てきた。すごい。頑張れ頑張れ。なんで笑ってんの。いや、ちょっと人が苦しんでる姿を見ると笑っちゃうんです。苦しくないです、全然苦しくないです。通報するね、通報しようか。お、行った。早い早い、すごい。乗せるのもね、乗せるの難しそう。結構難しいんですよ。頑張れ。素晴らしい。上手上手。完璧。すごい。お、いい感じいい感じ。え、そう、そんな雑な抜き方する？いい感じ。ないよ。え、すごい、めっちゃ雑じゃん。なになに、叩いてない、叩いてる。こうやって抜いたら多分落ちダメだと思うよ。私は小西さんに回すんじゃ。どんどんレベルが高くなってきますよ。
なんかあのジェンが熱そう。乗せるの失敗しろっていうのもよし、なんかやばいです。逃げました。素晴らしい。経験がものを言ってくるぜ。頑張れは逆の意味で頑張れだった。あ、ね、あ、なるほど。よし、来た。用意、スタート。来た。何が不正じゃん。あ、不正じゃん。不正した、不正した、今不正じゃん。不正した。これが大人です。なんだ、小西さんに大人を教えに来たの。俺に回すために不正したんでしょ。あ、大人だね。カモン、回す。声の幅、あ、めちゃくちゃ強い。痛い。レベルが違う、レベルが違うよこれ。やだやだ。ここは、あ、これいけそうじゃん、こいついけそうじゃん。すごい角度、角度、あ、角度すごい。そんなバカなの。なんか猫、猫ちゃんみたいな。トリさんの手が猫ちゃん。なやそれ。何される。写真一度。何それ。オッケー。オッケー。あぶねえ、あぶねえ。用意スタート。僕置いてあげます。もうこれ以上触りません。で今置いた時に揺れたんやけど。その代わり今もうレベルマックスにしてあります。うん、おかしい。もう触らないから。え、なんか人によっていろんな遊び方試した。あのサイコパス。これあかんわ。嘘やん、もうないって。どこが抜けるかなっつってね。無理です。ものすごいことやってる。めっちゃおもろい。テイラか。まなっちゃん楽しそうだね。楽しそうだね。楽しい。もう3本くらい抜いていいよ。3本くらい。危ない。危ない。3本抜いて。倒れちゃう。このこれで抜いた。持てー持てー。上に乗せるまでがゲームですからね。
へん持たれへんってある？よし、シュープレーしろめっちゃ揺れてる壊れた UFO キャッチャーみたいになってるけど大丈夫めちゃくちゃ下手くそが寿司握りそう頑張れ頑張れ絶対死にこの頃頑張れえ、バリバキ汗かいたもう無理やヤバいなんかこれ必勝法見つけた気がするなんかめっちゃ大きい動きすると一回痛くないおかしいよそれ破壊コースに行くときもターンさ、それと一緒にあれやった後にさ、こうなるじゃんターンも全部無駄にしてるから無駄にしてるから動けないよどうした？性格出てるよ。可愛いセリフ言ったら3秒間だけ半分にしますレベル。うるせえ。うるせえ。言わない言わないいいですか？言ったら楽なの。言ったら楽ですよ。絶対やだ。言われまくって言わされまくって。少年少年だよ。うるせえ。なんかでも言ったところでこれは別に僕は可愛いと思わなかったって言いそうだから嫌です絶対あるえなんで抜けんの抜けそうじゃないよっしゃなんか あるんだあ苦痛を与えるあーもう神にでもなった神に仲良く崩してくださいちょっと待ってくださいね。頑張ってください。はい、いけた。いけました。よし。気合いの勝利。めっちゃ痛い。今までで一番痛かった。いきます。はい、どうぞ。はい。あー、ちょっ。あ、でもある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 
ですよ。インランド擬人化だから。そう、インランド擬人化。あ、私記憶の根源。あ、ある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 。ちょっと待って、いける？インランド擬人化。記憶の根源。みんな言語やるなぁと思って、あとお風呂も大変だし、モテないもんね、ジェンガのね。そうなっちゃうね。ちょっと静かしてもらって。振動もね、いろんなパターンがあるから、電流の流れ方がね、はい、なんか普通叩くとかゴムだったりとかするんでしょうけど、もう全然なんかもうそれも言うこと聞かないし、あ、だからこれをね、毎回みんながやってるんだと、いやもう本当大変だなと思うんですよね。4回目やってるんですか。偉い。いや皆さん偉い、すごいですね。この中で今までやったことある人は、電流は吉田さんと、あと他は山さんと、やったことある。みんな一応やったことあるんだ、バースゲームはね。あ、そうなんだね。大変ですね。じゃあそろそろ行きましょうか ね。あんまりお待たせするといけないんでね。そうです、いいですね。まだ罰ゲームしてないんですね。コメントしていないんで、なるほど、なるほど、初めてやって、
もうお話しすることも難しい状態なんですが横で喘いでる人がいるので手短にお話ししたいと思います。なんで泣いてるの？かわいそう、早く言います。そんなに痛いの？動画見てたらそんな言うほど痛くないんちゃん、みんなやるなとか思ってたけど、もうほんまに反省してます。バチバチにバチバチに痛い。それはもう笑っちゃって泣いてるのか痛くて泣いてるのか、どっちどっち。なんか来るの我慢してたら食べなきゃ。まだちゃら頼んだ。何を？動画を閉めてください。こんなに動画頑張ったのでいつ思ったら高評価と、あ、チャンネル登録お願いします。痛い。それでは皆さん、あとチャンネル登録もお願いします。やってない、やってない。コメントじゃないの？コメントも、コメントして。それでは皆さん、またね。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。そしてチャンネル登録はこちらです。おすすめの動画はこちら。それじゃあバイバイ。